アジア大会、中国、広州、サッカー男子準々決勝で日本に1対2で敗れた北朝鮮の愚行に、用語、の報道が飛び出した。一日に行われたこの一戦では、北朝鮮イレブンのラフプレーが目立ち、主審から6枚のイエローカードが出された。そのうち1枚は、飲水タイムで日本のスタッフがクーラーボックスを持って水を配っていると、 北朝鮮の選手がそこから水を奪い、当該スタッフに剣を振り上げて殴ろうとする素振りを見せた信じられない行為によってだった。一面の暴挙には、アジア圏のみならず世界的な批判が集まっているが、中国メディア、ソウフは、実力白中の試合になると予想されたが、日本は最初の20分は北朝鮮に抑え込まれた。北朝鮮チームの果敢に戦う姿勢には、タフガイサッカー、 が反映されており、我が国のサッカー代表が見習うべきお手本である、と好意的に伝えた。低迷する中国サッカーは、ラフプレーもいとわない闘争心も必要ということのようだが、お手本にふさわしいチームは、他にいくらでもあるだろう。